はい、皆さんこんにちは、小島でございます。ちょっと大変なことがありまして、本日2021年8月13日です。もうね、Perfume ライブが明日明後日に控えているということで、もうね、いろいろ心配なことはありますが、まあ無事に成功したらいいなと思っているところなんですけれども、小島はですね、 PTA のチケットのこう一次抽選も落選し、まあ、二次抽選も落選し、で PTA のライブビューイングも落選し、でも今回本当にもう運悪すぎると思って、もうライブビューイングの一般販売にかけて、でそれもさ、一般販売っていうのが抽選じゃなくて先着順だったんですよ、チケットが。だからもう本当にもう販売開始したらもううおーってアクセスして取らなきゃいけないみたいな、販売開始した瞬間にわーってアクセスしたけど、私はねアクセスできなくて混み合ってて、でその姉とか友達に協力してもらって、その人たちがチケット取れたよって言って、こう私の分を確保してくれたっていう経緯があって、おかげさまでね、8月15日は映画館で見ることができるっていうのが決まりまして、もう、まあ、それだけでも本当にもう、ね、もう最悪もう全く見れないかもしれなかったんで、あ、すげえ、やっぱライブブーイング行けるだけでも本当に良かったなって思ったところなんですが、まあそのこのご時世ですね、まあ本当に今まさにコロナちょっと心配な点が多すぎると、ちょっとこう関東に来るにはちょっと怖い時期ではあると思うんですよ。で最初はさ、その東京はこう増えてきたってなってたんだけど、だんだんさ、その神奈川県もうすごい増えてきて、本当にさ、そのライブ大丈夫かなっていう、その心配の多分ピークに今本当に差し掛かってると思うんですよ。だからそのまあそれでね、まあ今この時期に関東に行くのはこう、まあ、リスキーだということで、こう、まあ、キャンセルを泣く泣くされた方も結構たくさんいらっしゃるのではないかと思うのですが、まあ、そこでですね、まあ、キャンセルチケットの抽選みたいなものがあったと思うんですけど、でそのキャンセルチケット応募して、で、その抽選の発表が今日8月13日だから、ライブの前日の今日の午後6時に発表されるですよ。で小島はそれ応募したんですよ。でそれが当選しましたというお知らせです。でも当選しましたと言いましても、皆さんもさ、経験ある方も多いと思うんですが、まあ、クレジット決済でやったので、クレジットの引き落としが今日の朝もうあったので、まだ実はその発表の6時より前の段階で今これ撮影してるんですけど、あ、チケット当選したんだなっていうことだけは今把握してて、だから14なのか15なのかっていうのはちょっと今の段階ではわからないんですけれども、小島は本当にね、最初はもういけないもんだっていう風に思い込んでいたこのライブに、なんとこう直前になってギリギリで参戦することが決定しましたというお知らせです。まあ、とはいえですね、本当に、まあ、泣く泣くキャンセルされた方の代わりに行くという形になると思うので、まあ本当にこの私がさ、まあ、失態を犯すわけにはいかないと言いますか、まあ本当にもう最善の注意を払って何事もなく安全に楽しく参加できたらなと思ってます。はい、というわけでね、本当にね、びっくりしたというか、本当に行けるようになるって思ってなかったので、あ、こんなことがあるのかとは思ったんだけど、うん、いやー、まあそういう行けるっていう風になったからには、本当にこの目で確かめて、もうハートを送りたいなと思ってます。で、もう本当予定としては、チケットが取れなかったとしても、その
ライブ配信しようかなと思ってたんですよ、会場で。会場のその付近まで行ってね。でそれでこう、まあ、多少なりともそのガヤガヤはできないけど、道行く方にさ Perfume への応援メッセージじゃないですけど、まあ、そういう話も聞いたりしようかなとは思ってたんだけど、まあ、やっぱり本当に今はまあそういう接触という接触は本当に、まあ、避けようかなと思いまして、まあ、あくまでも、まあ、静かにライブの会場のこう、まあ、雰囲気を映像として、まあ、記録するという形で、まあ、ライブ配信するかなと思いますね、まあ、YouTube ライブかな。なので、はい、いけない人も見てなんとなくそのね雰囲気が伝わるような動画が撮れたらいいなって思っております。はい、というわけでとにかくね小島の参戦が決まりましたというお知らせでした。本当にねあの PTA の抽選の時にあの当落の結果を見るっていうライブ配信した時にこういろんな人が悔しがってくれて、あ小島が行けないなんてみたいな、小島は行くべきでしょうみたいなことをたくさんの人に言われて、あもうそうやって思ってくださるだけでありがたいです、本当にもう今回はもう無理そうですわっていう感じだったんだけど、まさかの結末ということで、はい、いやありがとうございます。なので、うん、無事に終了して成功するように我々も努めましょう。はい、参戦される方は一緒に楽しみましょう。では小島でした。